ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市川上町にございます 2LDK の賃貸物件シャルマンナントの1階を紹介させていただきます。まずこちらがリビングとダイニングのスペースとなっておりまして、十分な広さがございますので、ソファーやダイニングテーブルなどもしっかりと置けるようになっております。またこちらのお部屋にはこのようにエアコンがついておりますので安心して使っていただけます。また南側にこのように大きな窓がございますので、大変明るいお部屋となっております。そしてこちらの扉を開けていただきますと、玄関のスペースとなっております。こちらが玄関となっておりまして、大きな下駄箱が、姿見付きの下駄箱がついております。玄関すぐ入ったところにウォシュレットタイプのお手洗いがございます。そして先ほどのリビングのスペースに戻ってきまして、こちらのお部屋にはこちらですね、このようにしっかりとした収納ございますので、掃除機などこちらに入れていただけるようになっております。次はキッチン周りです。キッチンは開放感のある、カウンターキッチンとなっておりまして、上に棚がございませんので、前がスパッと見渡せるようになっております。こちらのキッチンは3口の IH コンロが入っているシステムキッチンとなっておりまして、大型のレンジフードや魚焼きグリルの方もついております。また、収納の方も今風の便利な引き戸タイプの収納がございまして、下には床下収納もございますし、キッチンの後ろのスペースも、冷蔵庫や、食器棚など十分置いていただけるように十分な、スペースが、確保されております。また設備面も大変充実しておりまして、キッチンのすぐ横にリモコン給湯がついております。また、モニター付きのインターホンもついておりまして、こちらは大変綺麗なカラータイプとなっております。そして家事動線もしっかりと考えられておりまして、キッチンのすぐ横は水回りとなっております。こちらがですね、室内の洗濯機置き場となっておりまして、上には棚もついております。こちらが独立の洗面台となっております。その奥進んでいきますと、このように大変広々とした一坪タイプのお風呂がついております。広さも十分ですが、このようにおしゃれなシャワーや浴室乾燥機など設備の方も大変充実しております。次は個室の紹介となっております。こちらが一つ目の洋室となっておりまして、こちらもしっかりとした広さがございますので、子供部屋や、ご夫婦の寝室にぴったりです。こちらのお部屋にはこのように室内物干しがついておりまして、こちらは、使わないときはこのように、すっきりと収納することができます。その他こちら開けていただきますと、広々とした専用庭がついておりますので、お洗濯物を外に干すこともできます。またこちらのお部屋にもしっかりとした収納がございます、ですね、クローゼットタイプとなっておりますが、奥が結構深くなっておりますので、衣装ケースを載せたりすることもできます。そしてもう一つ、洋室がございまして、こちらもですね、十分な広さがございますので、しっかりと使っていただけるお部屋となっております。収納の方もこちら開けていただきますと、このように、クローゼットタイプの収納がついておりまして、服をかけていただいたり、上には物が載せられるようになっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。